以上ソフトトウェア開発委託契約ににままつつつわる5つの典型トラブルについて解説をしました今日のセミナーを聞いて皆さんどういうトラブルが多いのかそして契約書にどんな記載があればそういったトラブルを防ぐことができたりあるいはそういったトラブルを招いてしまうのかについてだいぶ分かってもらえたのかなと思います。 今日の話を生かせば今後皆さんが契約書を作る時あるいは相手方から契約書を示されてチェックする時最低限どこに気をつけなければいけないのかどういうふうに書いておかないといけないのかについて分かるかと思います。ただそうは言っても忙しい社長さんであれば毎回毎回自分で契約書を作ったり 自分で契約書をチェックしたりそういったことはなかなかできないですよねじゃあどうすればいいかといいますと、まあ、手前味噌になりますけれども弁護士に契約書の作成やチェックを頼めばいいんですねえ弁護士に契約書の作成やチェックを頼むメリットは3つあります1番目は有利な内容にできる2番目はリスクを防げる3番目は 契約交渉を手伝ってもらえるこの3つのメリットがあります。それでは順番に見ていきましょうまずは1番目のメリットですけれども今日のセミナーで散々お話をした通り契約書というものは別にお互いに公平に作る必要はなくてどちらか一方にいくらでも有利にあるいは不利に作ることができるんですね。 弁護士に頼めば法律に違反しない範囲で最大限自社に有利な契約書の内容にしてもらえます次に二番目のリスクを防げるというメリットなんですけれども、えー、契約書にはたくさんのリスクが潜んでいます例えば、えー、今日のセミナーでお話しした中での著作権についてのトラブルあれ再委託先が 作業を行った場合採択先と委託先との間の契約書がちゃんと作っていないと著作権が採択先に残ってしまうそんな話は皆さんおそらく知らなかったと思います。こういうふうに弁護士というのはその契約のリスクを細かく細かく分析してクライアントが心配しているリスクだけでなくて クライアントがそもそも気づいていなかった。リスクもあぶり出して。かつそのリスクを防ぐために役に立つ具体的な修正案まで定義することができます。それで3番目契約交渉を手伝ってもらえるというメリットなんですけれど、も弁護士は単に契約書を作成したり、チェックしたりして納品して終わりというわけではありません。 クライアントから依頼してていただければ、面に出て相手方との契約交渉ままで行えます。私の方から直接相手方のホーム担当者とメールとかでやり取りすることもありますし私が出ないにせよクライアントから相手方に契約書のワードファイルを送ってもらう時に弁護士藤井を監修とかあるいは弁護士藤井をコメントとか。 そういっ送えとあるいはメールの本文の中で当社の顧問先がこのようにコメントしてますので検討をお願いしますというとかそういうふうに弁護士の名前を交渉の時に使うと相手方も「弁護士がそう言うんだったら」というふうに折れてくれることも結構あります。 取引先が本当に有名な大手企業であってもこちらが出てくると対等に交渉することもできますこのように弁護士に契約書の作成やチェックを依頼することには大きく分けて3つのメリットがありますので皆さんもご検討いただければと思います。